今日は第2弾ドライブしながら質問答えるコーナーでございます。はい、1年ぶりですね。ちょうど1年ぶりだね。多分去年やった時から車が変わったんですよ。20歳の誕生日に去年撮影したマカンを買って、で21歳の誕生日の時に実は車を変えてたんですよ。それを乗りながらコーナー行きたいと思います。はい、こちらが新しい車ですね。グレンデでございます。前ポルシェだったもんね。かっこいい。でも意外に大きいですけど乗りやすくていいです。では早速、はい、ではでは出発していきたいと思います。編集長とドイちゃんも一緒に乗っております。はい、質問していきます。年齢は21です。もう20歳の気分やったわ今。21です。得意料理は、はい、料理あんませんへんかな。オムライスじゃない。好きな食べ物は、米。嫌いな食べ物は、キノコとわさび。コンビニでよく買うものは、海かアイス。好きなお酒は、シャンパン。これも変わってないですね。今一番会いたい人は、おなかに会いたい。1年前は何て答えたか覚えてる？石原さとみさんって言った。あ、会いたい会いたい、めっちゃ会いたいし、変わってないけど今は安室ちゃんの方がね。酔ったらどうなる？眠くなる。死ぬまでにしたいことは、海外住んでみたいな。何歳で結婚したい？25から30の間でできればいいなぐらい。年齢差は何歳までいける？人による。だってめっちゃ自熟さえさ30代とさ、めっちゃ若い30代とおるわけやんか。でめっちゃうざい20代もおれば、めっちゃいい40代30代とかさおるわけやん。年齢では選ばないよねやっぱり。うん、追われたい、追いたい。追われたい、完全に追われたい。今まで買ったもので一番高いものは、これが私結構最近に買ったんですけど、その買った理由もちゃんとあって、うん、私まだそのものを一回も見てないんですよ。え、車なんですけど。おお。でもそれもちょっとまた YouTube にちゃんとした理由と発表をしたいと思います。今まで買ってもらったもので一番高いものは、指輪か時計ですかね。好きなタイプは、ほんま最近綺麗事向きでさ、一途な人がいいよね。じゃあ姫ちゃんは一旦シャネルにお買い物して後で戻ってきます。ちょっと一瞬取り置きしてたやつがあるんで行きます。何ですか、姫ちゃんのエピソード。姫ちゃんのエピソード。最近の姫ちゃんがいない間にしかいないちょっとお茶目なエピソードとか。なるほどね。めっちゃ食べてますよほんまに。あー、でもそれで細いのがすごい。昨日もコンビニ帰り寄って、天津飯とビビンバとあとグミとかアイスとか。でもだって同伴も行って、しかも昨日だってユニバ、はい、そうそうそう。昨日めっちゃ食べてます多分。へえ。もしますね。なんであんな細いんだろう。ね、ほんますごいですよね。うん。ひめちゃんこの動画上がった頃にいっぱい食べてるエピソードを話されてる。普通のこと変わらん感じで過ごしてるじゃないですか。うん、そうそう。仕事前とかね、やっぱエステ行ったりとかいろいろしてますけど、仕事なんか終わった後は普通の子は。うん。その売り上げとか知名度とかもちろん変わってますけど、うんうんうん、中身的な部分ね全然わ変わったねとかもないですよ。ずっとアニメ好きだしとか。でもまあ去年の12月にちゃんと初めて喋り出したぐらいなんで。あ、そうなんですね。まだ7ヶ月ぐらい。ひめちゃんどうなるんだろうね。結婚とかもだって25から30とか言ってたじゃないですか、さっき。いやでも尽くしてくれる人だ、うん、でしょうね。逆に夜の子がいいとか、夜の子じゃない方がいいとかそういうのあるんですか？僕ですか？いや、僕別にこだわりはないです。へえ。それこそ姫ちゃんとかね、可愛い子たちを常日頃見てたらそこで目が超えますよね、まず。目は超えると思います。元気で明るい子やったら好きとかじゃないですけど、楽しい子がいいですね、一緒に。僕ももう離婚、一回離婚してるんで。え？子供いるんですか？子供も今3歳ぐらいかな。すごっ。本当にメンタルとか姫ちゃんもめちゃくちゃ強いじゃないですか、うん、普通の子だったらもうへこたれちゃうところを、はい、普通にトントントンってただ上がってきたってよりは、うん、メンタルと努力が結構あっての今じゃないですか。そこもマジですごいですよね。姫ちゃんに怒られることあるんですか？たまにあります。でもなんか許しちゃうっていう雰囲気ありそう。ニコニコしてるし。
そうだからそれがたまにね、姫さん以外とかで笑ってんねんとかで呼ばれたりして。ああ、なるほど。お買い物ですか？どうしようか。遅くなりまして、S、M 次これだった。どっちもないよ、どっちにもなれるよ。どっちにもなれるだ。どっちもなれるよ。かっけえ。告白するされたいあるけど、されたい、されたい、終われたいだもんね。仕事で一番嬉しかったことは、目標達成した時とかじゃない？誕生日だったら誕生日とか、そういう自分の中の目標達成する。仕事で一番辛かったことは、裏切られた時とか。寝る前にすることは、アニメ見る。アニメ見て寝る。ペヤングは、ペヤングも食べる。ペヤングも食べる。移動手段は、ドイちゃんの車。これはね、この前タクシーだったけど、そう、運転手さんがつきました。嫉妬する？する。お客さんにとかの嫉妬はあんまないかも、姫。結構自由じゃない、ドイちゃん、姫。お客さんにそんな怒ったことないよな、ね、なんかどこ行かんといてとか、あれ行かんといてとかって聞いたことないですね。彼氏だったらするんだね。彼氏には嫉妬するな、あんま言われへんけど。生まれ変わったら何になりたい？自分でいいかも、それは。全然人間かっこいいですね。でもなんかなんていう、その自分でいいっていうのも見た目だけの話じゃなくて、うんうん、生まれた環境とか今の友達とか家族環境とか含めての自分がいいなって思える。最近悲しかったことは？悲しかったこと意外にないな。挑戦したいメイクは？中国系かな。今一番欲しいものは？時間。家もさ、欲しいなーと思ったりすんねんけどさ、うん、マジでこれ家買っちゃったらこう、一生結婚できんと思ってやめました。なるほどね。結婚願望あるのね。あるから今期逃すやん、そこまで自立しすぎたら。はいはいはい。やめてました。今気になってる美容グッズは？ない。友達から恋人になるのはあり？なしやなと思ったけど、ありやな最近は。ストレス発散方法は？食べること、旅行行くこと、ずっと帰ること、必ずさせる、買い物すること。日常的にそれをしてるからストレスあんまたまらんのかも。今まで行って一番良かったご飯屋さんは？決められへん、マジで。そんないっぱいありすぎて。お寿司も好きやし、お肉も好きやし、お寿司やったらここが一番好き、お肉やったらここが一番好きっていうのあるけど、でもその中で一番選べって言われても無理かも。憧れてる人は？どう、社長と。私と。一日の食事は？起きてからランチを奪いつ、同伴、仕事終わりのこの3食が基本のルーティンです。ホテルに誘われた時の断り方は？お客さんとか。誘われることほんまない、マジでないけど、今はなんかもう逆にもし言われても、え、お金かかるでとかって言ってちょっとノリで流すかも、もし言われたらね。何度も指名されるにはどうしたらいい？いや、楽しいと思ったら絶対来るからさ、楽しいと思ってもらえるように頑張るし、値段とあれにさ、楽しさが比率する、比例するかみたいな感じじゃん。200万ってお金は大金かもしれへんけど、200万円分の楽しさがあるからまた来てくれるわけやから、それは高くないに、その自分の中でどれだけ姫との時間に価値を自分で作れるかなって思って頑張ってます。最近行ってるエステサロンは？でも結構いろいろ行ってる。エステとクリニックで分けてて。何やる？エステはどっちかって言ったら体でハイパーナイフとかスリムカッターっていうやつをやって、そのむくまんようにという感じで、顔はクリニックでハイドラフェイシャル、フォトフェイシャル、ケアシス、シカパック、でたまにマッサージピール、この5個をやっておけばどうにかなると思います。すごいためになる情報でしたね。シャンパンを入れてもらうためにはどうしたらいいの？最初の頃と今ってまた全然違うからさ、今はもう入れなきゃってなる。今は入れなきゃし、最初はどうやって入れたくなるかみたいな、俺がやったるわって気持ちにさせなあかんから。すごい。めっちゃ頑張りたいんだけどうまくいかへんねんなとか、いいなとかだけど、どうにか俺がやってるわっていう精神が絶対男の人あるから、そう思ってもらえるんですけど。はい。愛用してるサプリありますか？なんか最近シナールとかさ、そのタチヨンとか色が白くなるやつを飲んでるんですけど、あんまり正直効果は分からないです。キャバ嬢未経験の子がまず頑張るべきことは？付き合いがあるのしたりすることだけど、姫って結構めっちゃ諦め早いタイプなんで、自分が特化してるんがこの人にどう思われてるかっていうのにすぐ結構的確に昔から分かるタイプやねんな、うんうんうん、でめっちゃ太くてもこの人無理やと思ったら頑張らへんって言い方あれやけど、もう全然諦めが早くて次ってなるタイプやから、はいはいはい、そこが大事かもしれない。ちょっと興味あるなっていう人の方に全力をやるから、そこを見極めって大事かも。無駄な時間過ごしたくないから諦めも大事やねんな。
売れるキャバ嬢と売れないキャバ嬢の違いは。勘違いした後も、例えば自分に100万円使ってもらいましたみたいな、初めて、そこで調子乗ってるとかじゃないけど自分の価値はそれっていう風に勘違いしちゃう人とかおるんよね、たまに女の子でも。なんかそこを履き違えずに、どんだけ売れようともこの人にはこれっていうスタンスを、お客さんによってのキャパを自分に合わさすんじゃなくて、お客さんのキャパに合わせなあかんと。それめっちゃ大事だね、きっと。売れたからって昔からのお客さんに、売れてんから感化あげてやみたいな感じの態度で言ったら、お前変わったなってなるし、ええわってなるに決まってるし、そこはそこでまた別やと思ってるから、はいはいはい、っていうのを人としてお客さん見ないと多分続かへんよ。うーん、キャバ嬢で良かったことは、あ、普通じゃ経験できないことをいっぱい経験できますよね。お酒が苦手な人に高いお酒飲まれるときはどうしたらいいんですか。いや、そんないっぱいおるよ、お酒飲まれるお客さんなんていっぱいおるけど、うん、そういうお客さんがもしキャバクラ来てる時点で、その人はお酒好きじゃないのに来てるってことは、お酒が目的じゃないやん、うん、私は飲むんでっていうか、分からんけど、そういう人多分こだわらへんよ、飲むことに対して、自分が飲まんねんから。逆に飲むお客さんは飲む女の子がいいっていうのはあると思う、うんうん、お客さんと LINE のペースは人によるけど、めっちゃ姫はあの雑ですね。だってもう人数が多すぎるもんね、きっと。うん、豆じゃない、それが結構自分の中でもまだ課題やなと思う、 LINE の連絡が。返信が来ないお客さんへの対応は結構弱いかも。もう見切りって言ってたもんね。2回送って帰ってこんかったら無理やな。垢抜けるために一番大切なのは、いや、人に見られ続けることだと思うよ。落ち込んだ時どうする。ストレス発散と一緒かな。これだけは変わらないところ、友達とかじゃなく、姫ちゃんを落とすにはどうしたらいい。キャバ嬢としてより女の子として見てください。メンタルの保ち方は、プライベートの充実やと思う。体型維持するために気をつけてることは、してないな。でもあのご飯中はお茶か水ぐらいかな。あー、でも大事だよね。うん、ジュースは基本飲まんかな。悪い男の見分け方は、ちゃんと行動と発言が伴ってる人がいるよな、うんうん、自分も大きく大きく見せようとする人に、ろくな人はいないなって思う。休みの日は何してる。友達とか、まあ、家族で旅行が一番多いな。現金はいくら持ち歩いてる。5万とかもうカードやから基本的に。人見知りの人、まあ、女の子でも男の子でもお客さんでもいいけど、うん、どう接する。いや、ヒューも人見知りマジで女の子とかも余計人見知りやから困る。人見知りどうしても課題やね、今のまたそれも。土井さんの好きなところとか土井さんの好きなところ気になりますね結構忠実よ、姫には。結構忠実ですね。言うこと聞いてくれます。でもなんかなんやろ、ミスもさ、あったら当たり前やけど、まあ、怒ったらちゃんと次にはやってるんで、繰り返さないのはいいんじゃないですかね。ありがとうございます。はい、逆に姫ちゃんの一番の魅力を教えてもらってもいいですか。なんか逆に僕なんか普通の女の子な部分が好きです。僕はね。見てるもんね。はい。あ、1ヶ月の指名本数はどのぐらい大体。もう出たことなくて見たことないよね。キンキンのこの1ヶ月のさ、見てや、どんちゃん。多分1日だいたい10組ぐらいじゃないですか。10組鳴らしたらそれぐらいかな。10組いかん日もあるし、それ以上の日もあるし。1ヶ月で言うと200は超えてますね。すごっ。でもさ、だいぶモデルの仕事も増えたわけじゃん、その1年前とかで。カラコンのモデルやりたいとかさ、そういうの。何やんな、姫、ほんまに。多分姫な、正直モデルの仕事を好きっていうよりは、モデルの仕事をして姫を知ってもらって来てもらいたいって頭にいるの。あ、じゃ結果はやっぱキャバ嬢の、そうだね、ね、あれなんだね。そっちになるようにって感じ。だから自分がモデルをしたいってよりは姫を知ってもらいたいってイメージでモデルやってる。本当にキャバ嬢っていう仕事自体好きなんだね。うん、好きよ。だってさ、なんかさ、悪い仕事みたいなイメージさ、ついたりするわけやんか。でもさ、それに対してそれに見合ったさ、楽しさがあるから、その人見合ってお金払ってるんだから、うんうん、ウィンウィンやん。姫からさ、需要と供給が合ってるんや、合ってるわけやんか。嫌だったらこうへんし、無理やりこさしてるわけでもないし、詐欺してるわけでもないし、楽しかった、来てよかったわって言ってもらえたら、それはさ100点やん、うん、向こうもそれで楽しかったって、だからいい仕事やなって思いますよ。それこそ姫ちゃんでキャバ嬢になりたいって子もこの1年で多分うわって増えたのだろうね。姫結構若い層が多いよ ね。12歳の女の子からさ、なんかメッセージとか来ててさ、9歳の女の子にもさ、私の娘がキャバ嬢になりたくてって、ごめん、なんか大丈夫かなと思う9歳やで、9歳。
姫ちゃん見てたら確かに憧れるよね。キラキラしてるよね本当に。キラキラするのも仕事です。余計レイズ入って思ったかな、姫みたいになりたいって思ってもらえる自分で追いたいって思ってるから、うんうんうん、キラキラしたかないとじゃないけど、そういう意識はやっぱ多少ある、うん、だ普通に単純に気になったんだけど、はい、同伴の役ってもうさ毎日同伴してるじゃん、うん、同伴したいって思ったらさできるもんなの姫ちゃん。いやできるもの、姫もさその行く人は選ぶよもちろん、うん、行く人は選ぶけど基本的に2ヶ月ぐらいは埋まってるから人気なご飯屋さんの感じすごくない2ヶ月後は今もまるまる埋まってて、約束したい人がもし出てきても無理やんか、だからもう2ヶ月までにしてる、うん、そっから先はもう日にちが経つごとに埋めていくようにしてるから。じゃあ以上1年ぶりに質問してみましたがどうでした？仕事に対しては変わってるよね多分、うん、じゃあまたではでは次やった時は超また変わってるかもしれない、楽しみにしてます。また1年後ぐらい第3弾やれたらいいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。お願いいたします。バイバーイ。バイバーイ。